自衛隊が運営する新型コロナワクチンの大規模接種センターが今日開設されました。朝から65歳以上の高齢者が会場に訪れています。では東京大手町の会場前にいます加藤記者がお伝えします。はい、こちら東京の接種会場です。こちらでは今のところ大きな混乱なく進んでいます。接種を終えた方からは少しほっとしたような様子も見受けられました。やっと順番が回ってきてよかったっていう感じです。はい、接種はとても丁寧で安心できたと思います。接種は午前8時に始まりました。今日は東京23区内に住むこれまでワクチン接種をしていない高齢者が対象となっています。こちらの会場では厚生労働省が21日に承認したばかりのアメリカのモデルナ製のワクチンを使用しています。会場には接種に関わる医官や看護官のほかにも90人の自衛官が参加するなど多くの案内スタッフの誘導の下で距離を保って接種が行われています。接種者は予診票のチェックや問診を終えた後パーテーションの中で接種を受け体調に異変がないか様子を見るためしばらく待機をした後およそ30分ほどで会場を後にしました。初日の今日はこちらの会場だけで順調にいけばおよそ5000人が接種を受ける予定です。以上、中継でした。